今私のものだっていう気持ちで立ってたので、もうすっごい幸せでした。本当に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 すごいことで、自画自賛です。覚えておいてください。もうたまらんです。はい、というわけで始まりました声優エンタメチャンネル。私司会を務めております小田俊光です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回も公開収録という形でお届けいたしております。で、このアミューズメントメディア総合学院がテレビアニメ絆のアリルとこちらのコラボレーションをすることにあたりまして、そんなつながりからまあこういった形になったということで、で今回も素敵なお二人のゲストの方にお越しいただいておりますので、もう早速ご紹介させていただきます。日野原あゆみさん、ぬくいゆかさんです。はい、皆さんこんにちは、日野原あゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ぬくいゆかです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでありがとうございます。毎回ありがとうございます。素敵なお話をいっぱいいただいて、やっぱなんか本当にリアルと言いますか、やっぱやってらっしゃる方の本当に今を感じるというか、でまあなんかね、エピソードなんかも伺うといろいろとなんか、あ、こういう理由でこうなってきてるんだなみたいなのがそれぞれにあるんだなということを改めて感じさせていただいてるんですが、まあ、そんな形でいろいろとまあこうお話を伺ってきまして、ちょっと今回はある種もう何て言うんでしょう、ざっくばらんになんかよくある質問なんかもちょっと投げかけてみてですね、ある種本当の二方についてみたいなところなんかを少しなんか伺っていければなということで、ちょっとこんなテーマをご用意させていただきました。早速そちらから発表させていただきます。今回のテーマは声優の現場のリアル、忘れられない出来事あれこれです、ということで。そうなんですよ、まあ、これよくある声優で活動してこられて、はい、デビューからいろんなお仕事をしていく中でいろんな現場を体験したんじゃないかと。で、まあ、そんな中でいろいろとこういうことありました、こういうことあって、こうでこうでみたいな、ちょっとエピソード的なものなんかがあればということでお伺いしたいなというふうに思っておりますので、ちょっといろいろとご質問ご用意しておりますんでね、はい、差し支えない範囲で、はい、お答えいただこうというふうに思っております。お願いします。まず最初の質問になります。自分の一番最初のお仕事のことって覚えてますか、まあ、どんな感じだったか教えていただけますか、という質問が来てまして、ちょっとこれからまず伺っていきたいんですが、じゃあ日野原さん、はい、覚えてますか。一番本当に一番初めは、あの声優さんのお仕事ではなくて、はい、アコースティックライブで歌を歌うっていうのが一番最初だったんですよ。それが最初だったんですか。そうなんです、なんかうちのその事務所はそのライブに出てちょっと経験を積んでいこうみたいな感じの姿勢だったので、はい、一番最初はその歌一曲だけ歌うっていう感じだったんですけど、まあ声優っぽいお仕事で言うと、はい、あのその後にまあ、あのゲームのキャラクターの声をやったんですけど、はい、もうそのお仕事が結構いろんなことをやるお仕事で、はいはいはい、まあ、歌ったり、うん、あのもうリアルライブもするし、あの、まあ、衣装を着るし、うん、アーティスト写真も撮ったりするし、はいはいはい、でも初めての仕事で初めてのことだらけで、うん、もうおどおどしながらやったのを覚えてますね。はー、もう当然ゲームとしての収録も当然あるわけですよね、はい、もう何個にわたるんだっていう。そうなんですよね、いっぱいあって、でもうなんて言うんでしょうね、もうお芝居もそれこそまだまだ全然だったし、あ、もう前回のお話でもあったんですけど、あの一番初めの歌の仕事もそのお仕事で、初めてのお仕事であって、もう全然キャラクターの声で歌えないし、はいはい、お芝居もへったくそだし、もうすごいなんか今振り返るともちろんあのその時の経験はすごい大事だし、うん、すごくいい思い出なんですけど、うん、やっぱりその当時のなんか悔しい気持ちみたいなのはちょっと残ってますよね、やっぱり。うわー、じゃあ結構ほろ苦い印象、うん、いやー、まあそうですね、うん、あのまあその時があったから今があるし、うん、もう全然あの、はいはい、ね、振り返って嫌だなって思うことではないんですけど、まあ、その当時はあ、もう全然自分できない、悔しいなって思いながらやってたのをすごい覚えてますね。そうなんですね、確かにいきなりそれだけのコンテンツを全部やれっていうのはそうなんですよ、あの
声優さんって、まあ、声のお芝居がメインだと思うんですけど、うん、やっぱりその写真撮影だとか、うんうん、まあ、例えばこういうおしゃべりのお仕事も結構あると思うんですけど、はい、もう一番初めてにそういう仕事をもりもりにこういろいろ経験させていただいて、うんうんうん、あ、声優さんってこんな大変なんだってすごい思った覚えがありますね。確かにオーディションに受かってあの所属っていう流れがあったじゃないですか、はい、確かにそうなりますとあれですよね、今ここはまさにアミューズメントメディア総合学院で、うん、そういったところを勉強する学校なんですが、そこの経験が特にない状態ってことなんですよね。そうなんですね。私はあの養成所とかには行ってなくって、その事務所のオーディションをそのまま受けてきたんですけど、ですよね、あの本当にあの大変ですね。そうですよね。だから今あのここで学んでる方々っていうのはあのプロフィール撮影があるんです。ああそうですよね。そうなんか、実はこの学校はあのインターンシップという在学中にも、はい、あのもうすでにお仕事をいただけるっていう機会がありまして、そうするとそういった今みたいなことの事前体験は多少、じゃあ皆さん大丈夫です。大丈夫、経験があるってすごいですよね。今日実際にねここに観覧に来ていただいている方には、ね、実際在学中の方もいらっしゃいますけど、そういう経験はカリキュラムにはあるんで、確かにそれが全くないでいきなりやれって言われたら、そうなんですよ、結構な経験だなと今、はい、うん、まあ、なのででも現場でたくさん覚えて、うん、なんかあの勉強できたので、まあ、よかったなと思うんですけど、ね、はい、でも確かにいきなりそれ全部経験まずはしたっていうのは大変だったかもしれないけど、その後には絶対行きますもんね、うん、すごく良かったと思います。そうでしたか、そっか、あ、そう、印象的な経験ですね。確かにそれは、わかりました。じゃあちょっとぬくいさんも教えていただいていいですか。何でしたっけ、忘れられない、一番初めてのお仕事って何だったんですかみたいな。私はアニメーションだったんですけれども、観光地の、はい、アナウンスをする声だったんですね、うん、その人の絵が出てるわけではなくって、その映像ベースにそのナレーションみたいな感じでありますね、ナレーションというクレジットだったと思うんですけども、はいはい、私はやっぱりナレーションするぞと思って、すごく丁寧にここを立てて、ここをいう流れにしようっていう風に作っていったんですね、はいはい、なんですけども、現場で当日いただいたディレクションが、はい、あの役所の人がいやいや読まされてるみたいな感じでお願いしますって言われて、じゃあつまりそのきちんと読まないでって意味ですね。きちんと読まないです、かつ素人みたいに。え、逆に辛くない、それが、お芝居をするって表現をするとか習ってきた身としてはってことですよね。中で、はい、あ、そこの引き出しなかったぞとその時にすごく気づいて、お芝居をしてない人の芝居がすごく難しいって思った記憶がすごくあります。なんか新人だってことを分かってるので、その先方様も、うんうんうん、使う側もってことですね。分かってるからこそそこに入れたんだと思うんですよ、ね、ああなるほど、つまり演技乏しくてもなんとかなるぞみたいな、うん、そう部分なのかなと思ってはいるんですけど、あ、私はすごく作り込んできてしまった。あ、でもそれをその場で崩さなきゃいけないんですよね、やっぱり瞬発力、うんうんうん、そこでいかに別の引き出しをポンと出せるか、うんうんうん、あ、そこがすごく私は崩せなかったなという、あ、何回も何回ももうちょっとこうでってすごく根気強くやってくださったので、はい、それがすごく記憶に残って、あの反省でもあり得たものでもあり、すごく覚えてる経験です。あれどうですか、まあ、ちょっと僕も経験あるんでちょっと伺ってみたいんですけど、何回も撮り直しってきますよね。きます、あのしかもその当時はあのブースに20人30人入れた時なので、はい、みんなにお待ちいただくわけですね。そうなんです、はい、そこ あのお名前があって役柄が皆さんいっぱいある中で、私はただのアナウンス、はい、ナレーションなのに、はい、こんなに4時間いただいてっていう焦りもあるんですけれども、はいはいはい、それをいい緊張感に変えなきゃっていう焦りだったりとか、それはでも一番最初の現場だったので、うん、もう挨拶もしなきゃとか、そういろんなことも考えてて、そうですね、芝居に集中できない環境ですよね。そうでも、うん、芝居をしに来たわけだから、何より挨拶より、挨拶よりっておかしいんですけど、でも優先としてはやっぱり僕は仕事ですからね、成し遂げなくてはいけないっていう、うん、いろんなことを考えて、はい、挑んだというか、いろんなものを感じて帰ったお仕事でした。でもなんかそれからはその例えば下校の合図とか、はい、何時になりました、ありますね、あの
よくある小学校とか通ってるとそういう声聞こえてくるとかね、地域の皆さんはみたいなやつとかをちゃんと聞くようにあれってお芝居してないじゃないですか。なるほど、ああいう言い方してるのかみたいなそう、役所の人が、はい、あの原稿を見ながら読んでる、うん、それをこういうふうに読むだとか、そういういろんな音を聞くようになりました。また違ったこう吸収が始まるというか、ドラッグストアで流れてるやつとかっていう面白い、貴重な経験でしたね、一番最初にして、ね、確かに僕らって本当にきちんと演技しっかりと形作ったものもあれば、生のような、ね、リアリティ、本当リアリティ100みたいなところのものを求められても幅広いですもんね。そうですね、皆さんもきっとあるかもしれません。あります、絶対ありますね、うん、ご覧になってる方とかもあると思います。はい、素敵なエピソードでしたが、次の質問いっちゃっていいですか。はい、はい、声優を続けている現在、自分が心に決めていることとか座右の銘とかあれば教えてくださいというところになるんですが、でもこの理由なんかもあればみたいなことなんですけど、今度ぬくいさんから伺うとかでも大丈夫ですか。そうですね、私はこれだっていう座右の銘は特に掲げてはないんですけれども、はい、なんかやっぱり好きなことをお仕事にして報酬をいただいてっていうことって本当に責任が伴うので、はい、これでご飯を食べさせていただいているんだっていうことをしっかり忘れずに、そのいろんな現場に行って勉強はするんですけども、はい、その時吸収できるものを吸収してっていう気持ちではあるんですけど、うん、まだまだ私なんてっていう気持ちだけでいくとやっぱりとても失礼というか、逆にそれが失礼だという、うん、ああなるほど、そういう価値観、うん、まだまだ私なんてっていう伸びしろを自分で作るのはことはいいことだと思うんですけれども、はい、あもう全然ダメです全然ダメですみたいな気持ちで言ってしまうと、そのキャラクターにも失礼だし、うんうんうん、作品にも失礼、呼んでくださった方にも失礼、どんな経緯かわからないけれど、うんうん、そこに自分で立ってるのであ、のであればプロとして自分ができることを精一杯やらなくてはいけないっていうのを心がけていて、そのうちの事務所はエアエージェンシーなんですけれども、はい、声優で飯を食うっていうのを掲げていまして、うん、まさに本当にそれだなと思っていて、これで生きていくんだっていうことをちゃんとしっかりと自分に覚悟を決めて挑まなきゃなと思いながら当たってますね。あでも素敵ですね。確かにその謙遜してしまったりとかっていうのも大事なことですし、自分なんてやっぱこれだけ先輩方がね、そうなんです、この業界をたくさんいらっしゃると、それはそこと比べたらなんて考えだしたらとんでもないことになるじゃないですか。もうキリがない、うん、でもその瞬間選ばれてるのは自分であるということはやっぱり自覚するべきってことですよね。うん、そうするともうそれはもう自分でしっかりご提供しなきゃという、はい、あ素敵な考えだな、ありがとうございます。日野原さんもお伺いしていいですか。はい、今ちょっと話聞いてて通ずるところがあったんですけど、はいはいはい、私の座右の銘は、はい、自画自賛です。おお、いいですね。いい、あの、はい、まあ、一見自画自賛ってちょっとなんか自分のことを褒めるみたいで、なんか、まあ、なんか、うん、ちょっと自分をこうね、うん、良くないかなって思われると思うんですけど、うん、私すごい大事だと思ってて、うん、もちろんそれをひけらかすのは違うんですけど、はい、なんか自分が、あ、これめっちゃ自分よくできてるわって思えるぐらいなんか練習したり準備したり努力したりっていうのがすごい大事だと思うんですよ。でやっぱりお仕事なので、さっきもあのぬくいさん言ってましたけど、はい、あの自信を持ってやらないと失礼なんですよね、うん、きっと、うん、もちろん私もお仕事をしてて、それこそ一番最初のお仕事なんか悔しい思いをしながらやったんですけど、うん、はい、でも最終的には今の自分の全力はもうぶつけたぞっていうところまで持っていけばなんとかなると思うんですよ。あ、はいはい、うん、なのでなんか自分が自信持ってこのなんか役できますとか、はい、このパフォーマンスできますって言えるぐらいまで頑張ろうねっていう自分へのおまじないの言葉みたいな認識なんですけど、うんうん、それで高ぶらせていくというか、はい、うんうん、鼓舞していくっていう意味合いが入ってる、はい、そうです。だから自分のことを褒めてあげられるくらい頑張ろうねっていう気持ちで常に頑張るようにはしてます。あ、素敵ですね。あ、でもやっぱりお互い経験されてるからこその言葉なのかなっていうのはすごい聞いてて、はい、思ったんですけれども、さあそんな感じでこれが実は最後の質問になるんですが、はい、そんなお二人、まあ、プロとしての自覚を持ってしっかりやってらっしゃるっていう中で、声優の仕事をしていてこれまで一番感動したこと、嬉しかったことなんでしょうかっていうところちょっとお伺いしたいんですが、じゃあ日野原さんいいですか。嬉しかったことはいっぱいあるんですけど、うん、いやー2つあって。あ、お願いします。1つは、はい、やっぱりあの自分が見ていたアニメに出ていた声優さんに会えたこと。
やっぱり嬉しいですよね、うん、嬉しいです。これはもう本当にテレビに釘付けになって見ていたアニメの声優さんが、はい、もう同じ仕事場にいて、もうたまらんですたまらんです。もうドキドキで、もうそれがもうなんていうんですかね、もう本当に個人的な喜びになっちゃうんですけど、もちろんそれが大事なんで、あのもう本当に嬉しかったですね。すっごい夢のあることだなって思いましたし、はい、あの自分もそうなりたいなっていう次のエンジンにもなりましたし、あ、そうか、自分もそういうふうに思ってもらえる人になりたいって感覚になるというか、はい、うん、そうですねってなったのが1個ですね、はいはい、もう一つは、うん、あのライブで私ドームに立たせていただいたことがあって、コンテンツで、はいはい、その時にあの一人でキャラソンを歌わせていただいたんですけど、うん、その時の景色が忘れられないですね。ドームとアリーナと立ったんですけど、はい、もうあの今この時みんな私を見てるみたいな、そうですね、もうまさにそうなんですよ、はい、そんなこと普通に生きてたらないじゃないですか。ないでしょうね。だからこんな景色見ていいのって思いながら、うんうんうん、もうすっごいもうドキドキとワクワクいっぱいでステージに立ってましたね。でもこれちょっと貴重かもしれないです。見る側の人たちってね、いろんな見方をされてますけど、うんうん、その瞬間やってる人ってどんな思いでいるんだってなかなかないというかそうですよね、はい、うん、私もそのそんなにキャリアが長いわけでもないし、もう全然私大したことないのに、まあ、そこに立ったんですけど、はい、もうなんかその瞬間だけはなんか今私のものだっていう気持ちで立てたので、すごい幸せでしたね、はい、で見てくださる方もやっぱりあったかくて、うん、すごいなんか、ね、うん、ペンライト振ったりだとか、はい、もうあ応援してくださってる方がこんなにいるんだっていう実感できた場所でもあったし、はい、もうなんかとにかく私の人生の中でもうめちゃめちゃ印象に残る出来事でした、ね。まさにも経験してからこそ言える感覚ということですよね、貴重なお話だ、ありがとうございます、じゃあぬくいさんももしよければ。いや一番は難しいですね、もう本当に自分の名前がクレジットされてるのを見たりとか、ね、テレビから聞こえてきたりとか、はい、嬉しいですね、もう逐一感動はしてるんですけれども、はいはい、全てに感動なんですけれども、はい、なんかちょっとしんみりしちゃうかもしれないんですけど、はい、私やっぱり藤原啓治社長と共演させていただいた時に一緒に撮ることができて、うん、社長の背中を後ろで見ながら、うん、お芝居を見ながらっていうのがやっぱり忘れられなくて、それは忘れられない。本当にちっちゃい頃から、うん、あのお父さんとか、うん、もう本当にこんな、あ、目の前にいるんだって思って、はいはい、いや本当に同じで、そのさっきの話にも通じるんですけど、同じ空間にいて、うん、私も同じように講師をいただいて、マイク前に立っている、一緒にお芝居を掛け合ってるなんて、うん、本当に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 すごいことで、はい、もういろんな大先輩とこうやって現場で会えるっていう経験って本当にそこでしか味わえないことだなっていうのがあったので、それだけは、そのあの背中だけは忘れられない。わあ、素敵ですね。ですね、はい、そういろんなやっぱ現場に行くと本当に気づかされることがたくさんあって、はい、あの先輩がこんなお芝居をされて、あ、こういうチェンジもできるんだとか、うんうんうん、そのやっぱいろんなディスカッションしながら進めていくとシーンもたくさんあるので、はいはい、あ、さっきと全然お芝居違うことされてるとか、うん、それが世に出てるんだなとか、そういうことを経て作品になっていたんだっていうのを知ることができるなんて、うん、なんて贅沢なんだろうって、確かに一つ一つの作品でいろんな方々のお芝居を見られて、はい、本当に現場に出てこそ学べることがあるってこういうことなんだなって、やっぱ現場に出てすごく感じましたね。ありがとうございます。めっちゃリアルな、そうなんです、本当に実感からくる言葉だなって思えるし、背中をやっぱなんか見て実感するって素敵ですね。そう、なんか立ち姿、はい、声、はい、すごく通るって思いながら、はい、あ、だったってなりますね。あ、すごく本当になんかやっぱり本当に忘れられない。皆さんは前から見ていただいて喜んでいただく世界ですけど、後ろを見られるっていうのは僕らの特権かもしれないですね。そうですね。いや、でも本当にお互いとも体験からくるすごい貴重なご意見だったと思うので、ちょっともっといっぱい聞いていきたいんですけれども、お時間が来てしまいましたので、いや、本当に全4回にわたって、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと許されるなら、また
遊びに来ていただけると嬉しいなと思っているので、はい、作品のも応援させていただきたいと思っておりますので、はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。お願いします、はい、というわけで、声優エンタメチャンネルでは皆様からのさまざまなコメントを募集いたしております。聞いてみたいこと、知りたいことございましたら、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければと思いますし、またチャンネル登録の方も随時募集いたしておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということで、はい、じゃあすいません、最後に、恒例の、はい、締めコメント、またお二人からいただくという形になりますが、よろしいでしょうか。はい、はい、本人でいきましょう。いきましょう。ありがとうございます。それでは振らせていただきます。どうぞ。せーの。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル。ありがとうございます。日野原あゆみさん、ぬくいゆかさんでした。ありがとうございます。あの時にこう勇気を出した自分にありがとうって思ってます。こんな仕事あったんだって。